皆さんおはようございます。今ご紹介いただきましたけども、前回10月19日の水曜日の祈祷会にお招きいただきまして、再び来ることができました。大変光栄なことでございます。前回神戸に来た時が私たちの神戸初訪問ということでしたけれども、もうその時以来ですね、神戸がすっかり大好きになりまして、今日もまた神戸に行けるということで嬉しい気持ちで朝岸和田からやってまいりました。今読んでいただきましたマタイの2章1節から12節、これはクリスマスの聖劇等で必ず演じられる場面ですね。救い主イエス様が誕生された時に礼拝にやってきたのは羊飼いたちと東方の博士たちということで、美しいクリスマスカードにもなるわけですけれども、しかしよく考えるとこの両者が同じ時間帯にそこにいるっていうことはありえないんですね。夢を壊して申し訳ないんですが、今日はとっても現実的な話をしたいと思っております。この羊飼いたちというのはユダヤ人ですね。そして今日登場した東方からやってきた占星術の学者たちというのは異邦人であります。羊飼いたちは最下層の貧しい人たち、そして今日登場する人たちは非常に裕福な人たちということで、好対照な者たちなんですね。これが何を表しているかというと、イエス・キリストという救い主はユダヤ人にも異邦人にもお金持ちにも貧しい人にも全ての人に必要とされているお方なのだということを表していると思います。羊飼いはまだ分かりやすいんですけれども、今日登場したこの占星術の学者たちとか、新改訳では東方の博士たちと呼ばれているんですが、この人たち一体何者と皆さんも思ったことがあるのではないでしょうか。しかも新共同訳では占星術の学者たちと言われてますね。新改訳は東方の博士、新共同訳は占星術の学者たち。占星術なんてやっていいの？これ占いじゃない。占いって聖書で禁じられてるんじゃないの？そんなことやってる人たちがイエス様を礼拝しに来たわけ？というふうに私たちは不思議に思いますね。当時の占星術、まあ、いわゆる星占いみたいなもんだと思うんですが、これは天文学ときちんと分離されていなかったんですね。今ほどいろいろな専門分野が細分化されておりませんので、いろんなことに関する、まあ、プロフェッショナルとして両方やっていたのかもしれません。じゃあ英語の聖書では何と言われているのか、ニューインターナショナルバージョンではマージャイ from the east、 このマージャイ、マギって何だということなんですが、これがもともとマタイが書いたギリシャ語によりますとマゴスという言葉なんですね。このマゴスっていうのは単数形です。今日は複数のマゴスが登場しますのでマゴイというんですが、これがギリシャ語です。で、このマゴスとかマゴイっていうギリシャ語が後の英語のマジシャンの元になるんです。そうか、やっぱマジシャンか、やっぱ怪しいなというような気がするんですが、どうしてこういう怪しい人たちがね、よりによってイエス様を礼拝に来るのか。今日のタイトルにある通りに、誠に不思議な礼拝者たちであります。そしてこのクリスマスの時期というのは、不思議な礼拝者が教会に来る時期でもあるなと。普段教会に決して来ないような人たちがですね、この時期は来てくださる、まさに不思議な礼拝者であります。占いというものは聖書で禁じられているのに、どうしてこの人たちがイエス様を礼拝に来たのか。ある人たちは自分たちの占いの行為を正当化しようとして、ほら彼らだってイエス様を礼拝に来てるじゃないか、だからこれは悪いことじゃないんだ、なんていうふうに言う人たちもいるわけです。しかもこの人たち、今お読みになってお分かりの通り、星に導かれてやってくるんですね。星に導かれてやってくるってすごくロマンチックだけども、そんなことあるのかいっていうふうに思いますね。とってもミステリアスな人たち、どこからともなくやってきて、贈り物だけ置いたらどこへともなく去っていく、一体誰だ彼らはと
というふうに思いますね。そしてこういう時に来られる、教会に来られるノンクリスチャンの方々は、え、星が誰かを先導するって、そしてイエス・キリストのところまで来た、クリスチャンってそんなこと信じている人なの、おめでたい人だね、クリスチャンって心が弱い人がなるもんだと思ってたけども、頭も弱いのかなっていうふうにですね、時々思われちゃうわけですね。ですから今日はしっかりとその辺のところを検証したいと思っております。最初に言っておきますが、聖書に書かれていることは全て歴史的な事実なんですね。それにもかかわらず、月から金まで非常に優秀な頭脳で働いている人たちがですね、いざひとたび教会に来ると、または信仰の話になると、その理性をどっかに置いて、まあ、信仰は知性とは関係ないんだということで、突然思考停止状態になることがある。これは私は異を唱えたいと思うんですね。神様は私たちに感情も与えてくださったと同時に知性も与えてくださったのであります。ですからあの律法学者がイエス様に対してどの戒めが一番大切ですかと聞いた時に、イエス様は心を尽くし、思いを尽くし、次は知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよとおっしゃった。皆さん知性使ってらっしゃいますか？誰かを愛するという時に知性使えますか？いや、愛するってのはもう溢れてくる感情なのだから知性なんか必要ないというふうに思われるかもしれない。それは一時的にはいいかもしれないけども長続きしないですね。なぜかっていうと、知性を使ってこの相手の人が何が好きで何が嫌いなのかっていうことをきちんと知り分析し、そしてこの人が好きなことをやってあげようということで、お互いの愛はより一層深まるんですね。僕はこういうことされるとすごく嬉しいから、きっとこの人もそうに違いないと思って自分中心に考えてやってあげると、それはその人にとって決して嬉しいものではないという場合もあるわけです。愛するためには知らなきゃならない。相手を知らずして愛することはできない。だからイエス様は心も思いも使うんだけども、知性も使って神を愛せと。いや、信仰に知性は必要ないでしょう。私の神を愛するというこの心が美しいのですと言いながらですね、もしかすると私たちは神様がお好きなことをやってなくて、神様がお嫌いなことをやってしまうかもしれないということがあるので、知性は重要だと思うんですね。神様はこの知性を私たちにも与えてくださいました。ですから教会でも知性を使いたいと思うんですね。今日登場するこの東方の博士たちもですね、どうしてあのイエス様のところにまでたどり着くことができたのかといえば、あちこちから情報を収集し分析し、彼らの知性を使ってやってきたから、そこまで来ることができたのであります。ですから今日はクリスマスも近いし、何かクリスマスのほのぼのとしたファンタジーのようなお話が聞けるぞと思って来られた方には、最初に申し上げておきますけども、申し訳ございません、今日はですね、相当頭を使う内容なのです。皆さんの知性を使っていただきたいと思いますけども、今日私たちが皆さんと一緒に考えたいと思っている課題は4点ですね。第一に、東方の博士、または新共同訳では東方からやってきた占星術の学者たちとは一体何者なのっていう話。第二に、じゃあ東方ってどこ？イスラエルから見て東の方、ずっと東に行くと日本がありますね。え、もしかしてこの東方の博士って日本人とかっていうふうにロマンを求める人もいるかもしれませんけれども、そんなはずはありません。この時代東方といえばどこなのか。そして3番目は、彼らはどうしてユダヤ人の王の誕生を知ることができたのか。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらにいらっしゃいますかって、イエス様が生まれてしばらくした時に彼らはやってきたんですね。なんで知ってんの？しかもその時まだイスラエルにいる人たちでさえ、この方は救い主だ、メシアが生まれたと言って、たくさんの人たちがイエス様を礼拝に行ってるわけでもないのに、そんなことを知る由もないはずの遥か彼方に住んでいるこの人たちがどうしてそれを知ることができたのか。そして4番目に、これは大変な犠牲を伴う旅なのですが、これほどの旅をするように彼らを突き動かしたものは何だったのか。遊びでやってるんじゃないんですよ。彼らは真剣だったんです。
ある意味命を懸けてでもですね、この方にお会いしたいと思ってやってきたわけですね。何が一体彼らをそこまで突き動かしたのかということなんですね。この4つの課題について考えるときに鍵となる書、それは実はダニエル書なんです、ね、旧約聖書のダニエル書。今読んでいるこの場面から遡ること約600年、その頃ですね、南王朝ユダはバビロンによって滅ぼされるんです。それだけではなくて、優秀な人材がバビロンに捕囚として連れて行かれるということが起きた。これがいわゆるバビロン捕囚。もうイスラエルの旧約聖書の歴史の中でも最も屈辱的な、我ら神の民がこの神の大地であるイスラエルから奪い取られて外国に捕虜として連れて行かれる、これほどの屈辱はあるだろうかと思うような、そのバビロン捕囚。そしてその時にバビロンに連れて行かれた優秀な若者の一人がダニエルという人であったわけですね。おそらくは、まあ、間違いなく20歳以下だったでしょうね。20歳以下、まあ、16、7歳だったかもしれない。非常に絶望的な気持ちになると思うんですよね。こんな感じでエルサレムからバビロンに引っ張っていかれる。ああ、僕の人生もうこれでおしまいか。神は私を見捨てたのだ。まあ、そんなふうに思ってもおかしくないような状況だったと思います。地図で見ますと、あのイスラエルからまっすぐ行くというよりはですね、こう一旦北東の方に行ってから行くルートだと思いますが、バビロン、もう千数百キロ離れているわけですね。そこにまで彼らは連れて行かれた。しかしダニエルとその仲間たちはですね、そこに行っても真の神に信頼し、真の神に従い続けたということを私たちはダニエル書を通して知るんですね。その結果、こいつら使えるぞと、バビロンの王様にも一目置かれてですね、非常に優秀な人材として彼らは用いられたのであります。その時のバビロンの王はネブカドネザルって言うんですね。ある時彼はとんでもない要求をしたんです。不思議な夢を見たんですね。それで、使者ども集まれと、私が見た夢を言い当ててみようと言ったわけですね。王様、そんなことできる人間いませんよ。どんな夢を見たのかおっしゃってください。そうすれば私たちはそれを正しく解き明かしてみせますというふうに言ったんだけども、そんなことを言ってお前たち時間稼ぎをしてるのだろう。私がどんな夢を見たのか言い当ててみろ。さもなくばお前たち皆殺しだというふうに、わけのわからないことを言い出したわけですね。そんなことは誰にもできなかったわけです。で、このままだったらバビロンにいるいわゆる知者と呼ばれる者たち、賢人と呼ばれる者たちは皆殺しにされるところだったのですが、その時に立ち上がったのがダニエル。神様はダニエルに啓示を与えてくださって、どんな夢をネブカドネザルが見たのか、それを言い当てるばかりか、その夢はこういう意味でございますという解き明かしまでさせてくださったんですね。ダニエル書の2章の27節、ダニエルは王に答えた。王様がお求めになっている秘密の説明は知者、祈祷師、占い師、星占い師にはできません。だが秘密を明かす真天の神がおられ、この神が将来何事が起こるのかをネブカドネザル王に知らせてくださったのです。王様の夢、お眠りになっていて頭に浮かんだ幻を申し上げましょうと言って申し上げたら、すごいダニエル、お前にこの啓示を与えた神は真の神だということでですね、この時の知者たちは殺されずに済んだのであります。その結果ネブカドネザル王はダニエルをですね、高い位につけ、多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせ、バビロンの知者すべての上に長官として立てた。知者、祈祷師、占い師、星占い師なんていうふうに言われていますけれども、それを総称してバビロンの知者と呼んでいるわけですね。または賢人と言ってもいいと思いますが、非常にプロフェッショナルな知識を持った人たち。そしてここでバビロンの知者と呼ばれている言葉が先ほどのマゴスであり、複数形にするとマゴイということなんです。
ということは、今回イエス様のところにやってきたあの東方の博士たちというのは、このダニエルの時代のバビロンの知者たちの末裔であるということがわかるわけですね。で、この時バビロンの知者たちはダニエルのおかげで命拾いをしたわけですね。彼の信じている神様ってすごい、僕らの信じている神々とはレベルが違うということをダニエルによって知らされて、もう私はこういう偶像を拝むのやめて、ダニエルの信じる誠の神を信じようという知者たちもマゴスたちもいたのではないかなっていうふうに思います。で、その後このバビロンはメドペルシャという帝国に滅ぼされるんですね。その時にもまだダニエルは生きていました。で、ダニエルはこのペルシャの王にもですね、こいつは優秀だ、使えるということで、今度はペルシャの王に使えるものとなった。その時はもうすでに80代になっていたと思いますが、ですからバビロニア帝国とメドペルシャ帝国と、帝国は滅んでまた新しいのが起きたんだけども、その両方の王に仕えたのがダニエルであったわけです。ですからこのダニエルの素晴らしさについては、その地方の知者たちの間で知らない者は誰もなかった。その末裔が今回イエス様のところを訪問したのであろうと思われます。ではなぜ彼らはユダヤ人の王が誕生したということをこんなに遠くの地で知ることができたのでしょうか。ダニエルはその時にダニエル書を書いたんですね。しかもこのダニエル書の一部はですね、アラム語で書かれているんです。ヘブル語で書かれたら現地の人たちは読めなかったと思うんですが、アラム語で書かれたゆえに現地の知者たちもその内容を知ることができた。そしてこのダニエルの予言の中でも最大級の予言と言われている、いやもっと言えば旧約聖書の予言の中でも最大級と言われているのが、いわゆる70週の予言というもので、ダニエル書の9章の24節から27節にわたって書かれているものです。非常に難解ですけれども、ここには70週という言葉ですね。1週は7日、これを7年と考えるわけですね。ですから70週というと490年なんですが、この70週を最初の7週と次の62週と最後の1週とに分けているということがここから分かります。その最後の1週ってのはまだ来てないんです。実はこれはやがて来る大患難時代を指し示しているんですけども、さあ9章の25節を見ますとこう書いてますね。これを知り目覚めよ、エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから。つまりエルサレムが破壊されてバビロン捕囚となりました。しかし今度はペルシャの王が、お前たち帰っていいぞと、祖国イスラエルに帰っていいぞ、そしてまたエルサレムを築き直していいぞという命令が出されるんですね。その命令が出されてから油注がれた君の到来まで7週あり、また62週あって、ここに7+62、そして最後に1週が来るという計算となるんですが、危機のうちに広場と堀は再建される。ですからエルサレムに帰っていいよという命令が出て、7、7、49、49年間で神殿と町が再建されるのだと。しかしこの 7+62、 69週後、はい、 69×7 は483年なんですね。ですからユダヤ人たち、エルサレムに帰ってよろしいと言われて483年経った時にメシアは到来するのだというタイムテーブルがここに表されているんですね。そしてそのメシア、ここでは油注がれた君と言われていますが、26節を見るとその62週の後っていうのは 7+62、 483年後油注がれたもの、つまりメシアは不当に立たれるということまで予言されていた。おお、メシアが来られるだけれども、その方は不当に立たれるのだということもダニエル書を通して彼らは知ることができた。私はこの東方の博士の話を聞くたびに、彼らが黄金入庫を持ってきたのは分かる。黄金というのは王様のため、
入港というのは神のため、今回生まれた救い主は王であり神である方だということを彼らは知っていた。それだけでもすごいなと思うんだけども、もつ薬持ってきますよね。でもつ薬っていうのは死者のために使われるものです。火葬しませんからね。このもつ薬、これはイエス様の埋葬の時にもニコデモが持ってきてますけどね、このもつ薬というのは死者のためですよ。彼らどこでこのメシアが死ぬっていうことまで知ってたのかなって不思議に思いましたが、ここに不当に立たれと書かれている、このことからもつ薬も持っていこうと思ったのかもしれません。都と聖女は次に来る指導者の民によって荒らされると書かれています。ですからこの483年というタイムテーブルが与えられていますので、おそろそろだぞということで、この人たちは天文学者でもあったので、バビロン、今のイラク、またはペルシャ、今のイラン、あの辺を東方というわけですが、あの辺から西の方のイスラエルの方に向かってその天体をよく観察していたのでしょう。そしたら、なんだあの輝きは、我々は長年天体を観察してきたけども、こんな不思議な輝きは見たことがないぞ、あれはなんだっていうものを発見したんですね。そしてそれをメシアの到来と関連づけるためにはダニエル書だけでは不十分なんです。もう一つ何が必要かっていうと民数記なんですね。でこの民数記にはバラムというあの地域の占い師が出てくるんですよ。だからこのバラムもね、言ってみればこの東方の博士の先祖ともいうことができるのかもしれません。この時にイスラエルを呪ってほしいと思ったモアブ人が占い師バラムを連れてきて、イスラエルがよく見える高台に連れて行って、あのイスラエルを呪ってくれっていうふうに頼む。しかしその時になんと神様がその占い師バラムの下に言葉を与えて、ここは神様の予言として語られているのですが、こう語ったんですね。一つの星がヤコブから進み出る、一つの尺、尺ってのは王様が持つものですね、がイスラエルから立ち上がり、モアブのこめかみを打ち砕き、シェトのすべての子らの頭の頂きを砕く。つまりここでこの予言が重要なのは何かというと、ユダヤ人の王の誕生と星というものを関連づけている予言であるという意味において、これは重要なんです。そういう前知識があって、そろそろだぞって思いながら西の方をじっと観察していると、星のように見えたものがあった。ああこれだ、これこそメシアの誕生、ユダヤ人の王がついに誕生したのだということを彼らは知ったのではないかと思います。じゃあその時彼らが東の方から観察していて見たその星のように見えたものって何ですか。あれはその時に何か彗星でもあったのですか。そうではない。皆さんこれもクリスマスストーリーでよくご存知でいらっしゃいますけども、あのイエス様が誕生したその夜、ルカの2章8節9節、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。主の栄光ですよ皆さん。この主の栄光っていうものはね、私たち異邦人にはよくわからないですね。なんかその時にピカッと光った程度にしか私たちは考えないのかもしれないけれども、この主の栄光という言葉は聖書の中で非常に重要な専門用語、まあ、専門用語でシャカイナグローリーっていうんですけどね、神様という方は目に見えないお方なのだけれども、その目に見えないお方が確かにここにいるんだということを誰の目にも明らかにするようなものを主の栄光っていうんです。それはある時は光のような形となり、ある時は雲のような形となり、ある時は稲妻のような、まあいろいろ形を変えて、しかしああこれは主の栄光だ、ここに主がおられるのだ。何を思い出しますか。モーセが幕屋を作った時にあの至聖所からこの主の栄光が登っていたわけですね。つまりイスラエルの宿営の真ん中に主がご臨在くださるということを表していた。
またはソロモンが神殿を建てた時にもその至聖所からこの主の栄光が現れていた。イスラエルの民がエジプトを脱出しました。彼らはカナンの地に向かっていきます。アラノをさまよっています。今日はどっちに行ったらいいんだという時に彼らを先導したものは何でしたか。昼は雲の柱、夜は火の柱でありました。これは全て主の栄光なんですね。この主の栄光っていうのはソロモンが建てた神殿が破壊された時にエルサレムから去ったんです。しかしあれから約600年後イエス・キリストの誕生とともにこの主の栄光が戻ってきた。それは羊飼いたちを驚かせたけども東方にいた博士たちもなんだあの輝きはというふうに見たものであったわけですね。それが分かった時にね、どうしよう、じっとしてられない、行くか、でも遠いよ、めんどくさいよ、危ないかもしれないよ、途中で盗賊に襲われたらどうするんだなどといういろんな心配事もありますからディスカッションを深めたと思うんですね。しかし彼らがそんなに大変な旅でありながらもでも行かずにはいられないというふうに彼らを駆り立てたものは何か。それは真の神を知りたい。あのダニエルの時代に吐いて捨てるほど偶像はあったんだけどもこんなものとはレベルが違う。ダニエルが信じている真の神を私たちは信じたいと思う知者たちがいたのと同じようにこの人たちも知りたいと思った。そこに行けばダニエルが信じた真の神を私たちも正しく知ることができるのではないかというふうに考えたのでしょうね。ですから彼らを突き動かしたもの、それはすでにあった宗教には満足できない、こんな人の手で作った神々、人の手で作った宗教、そうじゃないはずだ。人が神を作ったのではなく、神が人を作ったのだ。私は人が作った神ではなく、人を作った神を知りたい。その願いが彼らを駆り立てたのではないかなと思いますね。先ほども申し上げたように、この人たちは非常に裕福な高い地位の人たちでありました。彼らの身にもしものことがあったら困るわけですね。ですから安全面を考えて、皆さん東方の博士は3人だったとは思わないでください。3人だと思われているのは贈り物が3つだったから3人に違いないと思われているだけの話であって、3人で行くには危なすぎます。キャラバン隊を作ってですね行かないと危なすぎます。盗賊に襲われ山賊に襲われたらどうしますかということで、これほどの準備をするためにさまざまなディスカッションを繰り返し、そして必要なものを備えていざ出発、旅にも時間がかかりますね。ですからまさかイエス様が生まれたその時にやってきた羊飼いとこの東方の博士たちが一緒にそこの場所にいるということはありえないのであります。これからそういうクリスマスカード見たら、まあ美しい絵でいいんだけども、これは現実的にありえないよねというふうに知性を用いて見ていただきたいと思います。ですから彼らが到着した時にはね、もう相当時間が経ってたんですよ。どれぐらい経ってたのかなとも思いますけども、それこの後一緒に考えますけどね。そしてもう一つはユダヤ人の王が生まれたというところまでは彼らは知ったんだけども、イスラエルのどこに行ったらいいのということまでは啓示が与えられていなかったんですね。もうあとは推測しかない。ユダヤ人の王が生まれるっていうんだったらやっぱりイスラエルのキャピタルである首都であるところのエルサレムに違いないっていうふうに推測するのはまあ妥当な推測だと思うんです。そしてそのエルサレムには宮殿があるらしいと聞けば、あ、当然ユダヤ人の王なら宮殿で生まれるのだろうと言ってやってきたら、そこにいたのは誰ですか。ヘロデ王だったわけですね。ああ、これがユダヤ人の王かと言って黄金入港を持ち役捧げて帰らなくて本当に良かったなとここまで来てね、ヘロデ王に贈り物捧げてどうすんのっていう話なんですけども、ということでようやくマタイの2章に入っていきたいと思いますが、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来てと言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。これね、3人ぐらいがね
やってきたらね、エルサレム中に動揺なんか起きませんよ。でもキャラバン隊が、すごい豪華なキャラバン隊がね、え、どうしたの、ユダヤ人の王が生まれになったとお聞きしたのでやってまいりましたなんて言ったらね、ヘロデ王はまず不安を抱きますよね。だって彼はユダヤ人の一応曲がりなりにも王としてそこにいたわけですよ。しかし彼は生粋のユダヤ人ではなくてイドマヤ人ですね。だから私は本当は王になる資格がないと分かっているんですよ。ですから私以外に王がいるのかってなったらですね、そういう邪魔者は片っ端から消してしまうような、そういう人物だったんだけども、そのヘロデ王だけではなくってエルサレム中の人たちが、何が起きたんだっていうふうに動揺するほどのキャラバン隊でやってきたということなんですね。つまりユダヤ人はまだメシアの到来を知っている人たちは わずか少なかったにもかかわらず、この異邦人が退去してやってきた、そのことが逆にユダヤ人の目を覚ましたんだということです。さあ、先ほどヘロデ王の時代って書いてましたね。ヘロデ王の時代っていつのことですか。彼はいつ死んだんですか。私、高校時代、これまだクリスチャンになる前か直前でしょうかね、新しい教科書をもらって開くと年表がね、こう折りたたんでこう伸ばすとこう見えるわけですよ。そして BC 4年ヘロデ大王死亡って書いてある。そこははっきり覚えてますね。で、私はまだ何も知らないながらもね、あれ、ヘロデ王が生きてるうちにイエス様って生まれたんじゃないの、キリストが誕生したのを今の西暦の元年っていうことで作ったんじゃないの、それなのにヘロデ王が死んだのが紀元前4年ってことは計算合わないなこれ、なんていうふうに思いながらその年表を見たことを思い出すのですが、ヘロデ王は紀元前4年に死んでます。そして彼はもうおじいさんですからね、エルサレムっていうのは高いところにあって底冷えするんですよ。ですからもう最後の1年間は温暖なエリコに移住してそこに住んだという記録が残っているんです。ということは彼がエルサレムにいたのは紀元前5年までなんです。ですから東方の博士は紀元前5年までにエルサレムに来なければならないわけですね。ってことはイエス・キリストの誕生はそれよりもうちょっと前だってことです。さあ、今私たちが使っている西暦2022年、これ何から数えて2022年ですかっていうと、大雑把に言ってキリストの誕生からっていうんだけど、細かいことまで言うと数年の誤差があるんですね。なぜかっていうと、これ6世紀に作られた暦なんです。作った人たちの意図としてはキリストの誕生を元年として西暦を作りましょうってことで作ったんだけども、後で振り返ってみると、あ、ちょっと誤差がありました、数年誤差がありましたということなんですね。そのことは心に留めておきたいと思いますが、ということはイエス・キリストは紀元前5年以前に生まれてなければならない。しかもあの生まれた時に皇帝アウグストゥスから人口調査をせよという勅令が出た時だということがわかります。皇帝アウグストゥスは40年ちょっとの治世の中で3回人口調査やってます。その3回の人口調査の中のどれだろうかって思うと、ルカが一つの情報を提供してくれている。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録であるって書いてあるんです。つまりその3回の住民登録の中のどれであるかということは、キリニウスっていう人がシリア州の総督である。彼はシリア州の軍事総督であったんですね。で、それがいつ頃であったのかというと、紀元前10年から7年紀元前10年から7年で、その間にあったアウグストゥスが実行した人口調査は紀元前8年なんです。ですからルカの2章で私たちが読むアウグストゥスが勅令を発布した時にキリストは誕生したってなると、紀元前8年、お、そんなに前かと思うんですが、ローマ帝国って広いんです。で、今日のような交通網は発達していない。あのイタリアのローマからこの命令は始まって広がっていきますけれども、イスラエルはご覧の通りローマ帝国の端っこなんですよ。ここまでこの勅令が行き着くには1年から2年かかったとしてもおかしくはない。だからヨセフとマリアがナザレからベツレヘムに行ったのはそれから1、2年経ってからかもしれない。そしてベツレヘムにいる時にイエス様がお生まれになったということですね。
ということは、今までの情報を集めますと、紀元前の10年から7年にキリニウスがシリアの軍事総督であって、そこに当てはまる皇帝アウグストゥスの人口調査は紀元前8年であるけれども、それがイスラエルで実行されるには 1,2 年かかったかもしれないというふうに考えると、私はですね、紀元前7年から6年ぐらいにキリストの誕生、クリスマスがあったのではないかと思っております。そしてその時に羊飼いはすぐ行って礼拝したんだけども、それをはるか彼方で見た東方の博士たちがやってくるのにどれぐらいの時間がかかったかってことです。でこれ後でヘロデ大王がね、お前たちがその星見たのいつ頃って言った時に答えてるんだけども、その答えてる数字は聖書に出てこないんです。でその数字をもとにヘロデ大王はベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにするんですよ。ってことは普通に考えたら2年前という返事が来たんだろうというふうに私たちは考えるんだけども、ヘロデ大王みたいな猜疑心の強い男はね、仮に1年前と言ったとしてもね、それじゃあ2歳まで殺しときゃ十分大丈夫だなっていうふうに考えるタイプの男だと私は思うんですね。だから東方の博士がその2年前に見たのか、もしかしたら1年前かもしれないっていうふうに考えますと、紀元前6年から5年に東方の博士はエルサレムを来訪している。そしてその後にヘロデ大王はエリコに移住する。そして紀元前4年に死亡するということなのではないかなと思うわけですね。さあ、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらにいらっしゃいますかとやってくるんだけども、そこの最後の部分に関する啓示はこの博士たちには与えられていなかったんです。でも私たちは知ってます。惜しいところまで来たね。エルサレムの南10キロもうあとね3時間ぐらいで着くから、そこでイエス様は生まれる、ベツレヘムで生まれるんですよということですね。ところがヘロデ王はね、メシアがどこで生まれるかっていうことを知らないんです。皆さん知ってました？メシアってどこで生まれることになってるんですか？ベツレヘムですよね。でこれはユダヤ人にとってのイロハの意なんですよね。それを知らないってことは本当によっぽどヘロデ大王は知らないんだなと思います。4節、王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。こんなすごい人たちを集めなくたって僕に聞いてくれたって分かりますけどもね。5節、彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう言ってます。どの預言者？ミカでしょう。ミカ書の何章？5章でしょう。2節でしょう。新共同訳では1節かな。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからであるという御言葉がありますので、メシアはベツレヘムで生まれることになっております。王様、そうか、ベツレヘムらしいぞ。ここからそう遠くない、南の方に10キロ行ったらそこがあるから行ってきなさい、というふうにヘロデ大王はこの東方の博士に伝えました。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、なんで密かに呼び寄せ、だいたい悪いこと考えてんだよね。星の現れた時期を確かに、ところでお前たちが見たその星とやらいつ頃見たんだって聞いたわけですね。それは 何をするため、今そのユダヤ人の王と言われている幼子が何歳ぐらいになっているかということを推測するためですよね。8節、そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、もう一回エルサレムに戻ってきて何丁目何番地にいましたよってことを私に教えてくれ。なんでそんなことを私が聞くかというと、私も行って拝もう。本当ですか皆さん？私も行って殺すから、しっかり教えてくれというね、まあこういう気持ちで彼は聞いたわけです。じゃあ行ってらっしゃいっていうふうにベツレヘムに送り出した。そうか、ベツレヘムか、いいとこまで来たけども、やっぱりユダヤ人に聞かなきゃ分かんないんだなと思って、9節、彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ここですよ皆さん。さっきはね、遥か彼方に素晴らしい輝きが見えたからこっちだと思ってきたわけです。ずっと星が先導してたわけじゃないんですよ。あ、イスラエルに行かなきゃと思って行ったんです。そしてエルサレムまで来たんです。でその後のもっと細かなところまで、本当に最終的にピンポイントでイエス様のいるところまで行くためには、それだけじゃ情報が足りなかった。最後が星が先導したって言うんですよ。これどう考えますか皆さん。星が人を先導しますかと。
いうことだね。でこれは先ほど彼らが見たのと同じように主の栄光なんですよ。言ってみればあのイスラエルの民を昼は雲の柱、夜は火の柱が先導したにこっちだよこっちだよって案内したように、ここまで大きな犠牲を払ったこの東方の博士たちがせっかくここまで来て最後にイエス様と会えないで帰ってしまうというのは割にかわいそうだと思った神様は、そのご自身の社会なグローリーを使って彼らを先導してくださったというんですね。ついに幼子のいる場所の上に泊まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。何の喜びですかこれは。ああ私たちの向かっていた方向は間違いなかったんだ、最後に道案内をしてくれたのは神様ご自身であったっていうんですね。このね、私たちが今歩いている道が間違いない神の御心だっていうふうに確信できることほど嬉しいことってないじゃないですか。私たちもこの4月に日本に帰ってきてどのようなミニストリーを行うべきかってことでまさに手探り状態ですね。これやっていいでしょうか、あできた、これやっていいでしょうか、できた、これは巡回はいいでしょうか、一つ一つやってきて今7ヶ月ほど経っているんですが、そういう中で私たちが喜びにあふれる時はいつかっていうと、ああ今自分が歩いている道は神の御心にかなっているんだ、私は神の御心に逆らってこれをやっているのではなくて神様がよしと言われていることをやっているんだってことが分かりながら歩けることほど嬉しいことはないんです。自分の今歩いている道がね、神様のご計画に沿っているんだっていうことは彼らにとってすごく嬉しいことだったわけですね。11節、家に入ってみると、さあここにもその時間の流れが分かる言葉が書かれてますね。イエス様どこで生まれたんですか。貝場桶に寝かされた。貝場桶っていうのはあのベツレヘム周辺にある洞窟ですね。でそこに貝場桶が置いてあった。羊飼いたちが夜羊を入れておくための洞窟、そこに今 1,2 年経ったイエス様はまだあの洞窟に住んでいましたというのではなくって、だから時間が違うんですよ。 1,2 年違うんですから。マタイでは家になってんだ。だってイエス様のお父さんの仕事何、大工さんでしょ。ずっと洞窟に住んでませんから。あの時は出産のためにあそこを使っただけの話であって、その後家を作ったんだね、ベツレヘムで。でそこの家に入ってみると幼子は、この訳もね幼子ってなってて、ルカの2章で生まれたばっかりのイエス様の時に血のみ子っていう言葉が使われたり幼子っていう言葉が使われたりしてるんだけども、あのルカ2章の生まれたばっかりのイエス様のに対する言葉とこのマタイ2章の幼子っていう言葉は言語全然違います。言語を見るとこっちはリトルボーイですね、もう小さな男の子、チャイルド、子供ですよ。だから赤ちゃんじゃないんだよもうね。ということでそこに東方の博士はやってきた。母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱をあげて、さっき言いました黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。本来であればいました、ヘロデ大王様、私たち戻ってきましたよ、あそこのベツレヘムの何丁目何番地にいましたよっていうふうに彼らは帰るところなんだけども、そんなことをするとこの幼子がやられてしまうということを分かっている神様は12節で、ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので別の道を通って自分たちの国へ帰っていったと書かれています。つまり彼らがイエス・キリストと出会ってこの方を礼拝したときに、それ以降の歩みを神様ご自身が責任を持ってくださるようになったというんですね。彼らの歩く道が変わりました。今までは自分が何をしたいのかっていうことを中心にしてこの道を歩こうと決めていた彼らが、今度は神様は私にどの道を歩いてほしいと思っておられるのかという神様中心にその歩く道が変わったということができるのではないでしょうか。しかしそれは確信に満ちた平安な歩みでありました。かつてのダニエルのように。つまり今回イエス・キリストを拝むためにやってきたこの学者たち、なんでこんなことができたかっていうと、ずっと歴史を手繰り寄せると600年前まで遡るとバビロン捕囚があったからですよ。こんなバビロン捕囚なんてのはユダヤ人にとって一番嫌なことですよ。でもあの嫌なことがなければこのことはなかったんですね。神様ってすごいですね。全てのことを益に変えられるんだなっていうふうに思います。さあ今日私たちはこの東方の博士を突き動かしたものは何だったのかということについて考えていますが、それは真の神を知りたいという情熱であるというふうに申し上げました。
そして彼らは自分たちに与えられていた断片的な知識を収集し、合理的な判断をなし、熟慮の末出発した。そして彼らがたどり着いたのはエルサレムでありました。先ほども言いましたが、そこにいたヘロデ大王をキリストだと思わなくて本当に良かったわけですね。そこでそういう誤解をしたならば、彼らの旅は全て水の泡になってしまった。やはりそこでユダヤ人から聖書を学び、2箇所5章2節を教えてもらい、ベツレヘムで生まれることになっているということを教えてもらい、そしてそこに向かっていくときに神様が先導してくださって、彼らをイエス様のいるところまで導いてくださったっていうことなんですね。さあ皆さん、今日皆さんを突き動かしたものは何だったでしょうか。何が皆さんをこの教会へと導いたのでしょうか。どうして皆さんは教会に行ってみたいというふうに思われたのでありましょうか。今日神を求めている人たちはたくさんいると思います。だって日本人の 80% 初詣行くんでしょ。ああいう神を求めてるね、自分に都合のいい神を求めてる人はたくさんいるんですよ。でもその多くの人たちは間違った神々、言ってみればイエス様のところじゃなくてヘロデ大王みたいなところに行ってしまって、そこでお賽銭投げたりしている人たちもいるわけですね。または中には今話題になっている旧なんとか教会と言われるように偽のメシアですよ、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わしますから、そういう人たちのことを聞いちゃいけませんよって、あんなにはっきりイエス様がおっしゃってるにもかかわらず、それを信じてしまってもう財産全部奪い取られてしまっている人たちもいるわけですね。なぜそうなったのか。思考停止になっちゃったからですね。考えることをやめちゃいけないんですよ。考えることをやめちゃいけないってことを私たちは今日この東方の博士からものすごく教えられます。聖書を学ぶことの大切さ、聖書なんてのは牧師さんが解き明かしてくれるのを聞いてたらいいんだよというのではなくて、自ら聖書、これはどういう意味なのだろうかということを真剣に求めるということの大切さ、そして読むんだけれども自分に都合のいいように解釈しようとするのではなくて、神様の意図通りに解釈しようとすることの重要さ、そのことについて今日私たちはこの東方の博士から教えられるのではないでしょうか。その結果エルサレムじゃなくてベツレヘムに到着する。ですから私たちはね、先に救われた者としてね、今神様を求めている人たちを導く星の役割を果たしたいと思うんです。そっちじゃない、こっちですよ、そっち行ったら危ない、こっちですよということを、その案内をしてあげる役割を果たすものでありたいなと思いますね。さあ東方の博士たちが到着したベツレヘムの町、これ3年前のクリスマスツリーの点灯式です ね。ベツレヘムで迎えるクリスマス礼拝っていいですね。私たちも、この翌年に行こうと思ったらコロナで行けなくなっちゃって、まあ、来年の春行こうと思っているんですけどね。このベツレヘムは今エルサレムの南10キロなんですが、パレスチナ自治区です。約2万人の人口、イスラム教徒からの迫害の上にクリスチャンはどんどん減少してます。でもこの聖誕教会前のカイバオケ広場というところに巨大なクリスマスツリーが建てられて、そして今年こそベツレヘムでクリスマス礼拝を行いたいと思うクリスチャンが大挙して集まってくるんです。花火まで出てますけども、まあ、そう考えますとね、東方の博士っていうのはまさに世界で最初にベツレヘムにイエス様を礼拝に行った異邦人信者であるということができるなと思います。彼らは不思議な礼拝者です。しかし知識を駆使、最後は信仰によって決断した私たちの大先輩であります。私たちも彼らに習って正しくキリストを信じ、この方にふさわしい礼拝を捧げるものでありたいと思います。そして今度は神様と共に新しい道を歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、今日この東方の博士を通して私たちに大切なことを教えてくださいまして心から感謝いたします。彼らは知性を使いました。与えられていたさまざまな情報を収集し分析し、そして推測も含めてエルサレムまで行きましたけども、最後には聖書の御言葉、御箇所の御言葉が必要でした。そしてもっと重要だったのは神様ご自身の導きでありました。
あなたは私たちをも教会へと、キリストのもとへと導いてくださったことを感謝いたします。私のような何でもかんでも信じてしまいやすいタイプの人間であるならば、異端に行っていて、今頃その熱心な異端の信者になっていてもおかしくなかったにもかかわらず、あなたはそんな私をも正しくキリストを信じられるようにしてくださったことを感謝いたします。今度は私たちがこの星の役割をしていくことができるように、私たちの愛する同胞日本人が間違った神々にひれ伏しておりますけども、こっちですよというふうにイエス様のところへと案内してあげる、その役割を果たさせてくださいますようにお願いをいたします。イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。